王様と靴屋。新見南吉。ある日、王様は乞食のような様子をして、一人で町へやって行きました。町には小さな靴屋が一軒あって、おじいさんがせっせと靴を作っておりました。王様は靴屋の店に入って、これこれ、じいや。その方は何という名前か、と尋ねました。靴屋のおじいさんは、その方が王様であるとは知りませんでしたので、人に物を聞くなら、もっと丁寧に言うものだよ、とつっけんどんに言ってトントンと仕事をしていました。これ、名前は何と申すぞ、とまた王様は尋ねました。人に口を聞くには、もっと丁寧に言うものだというのに、とじいさんはまたぶっきらぼうに言って仕事をし続けました。王様は、なるほど、自分が間違っていた、と思って今度は優しく、お前の名前を教えておくれ、と頼みました。わしの名前はマギステルだ、とじいさんはやっと名前を教えました。そこで王様は、マギステルのじいさん、内緒の話だが、お前はこの国の王様はバカ野郎だと思わないか、と尋ねました。思わないよ、とマギステルじいさんは答えました。それでは小指の先ほどバカだとは思わないか、と王様はまた尋ねました。思わないよ、とマギステルじいさんは答えて靴のかかとを打ちつけました。もしお前が王様は小指の先ほどバカだと言ったら、わしはこれをやるよ。誰も他に聞いてやしないから大丈夫だよ。と王様は金の時計をポケットから出してじいさんの膝に乗せました。この国の王様がバカだと言えば、これをくれるのかい？とじいさんは金槌を持った手を脇に垂れて、膝の上の時計を見ました。うん、小さい声でほんの一口言えばあげるよ。と王様は手をもみ合わせながら言いました。するとじいさんはやにわにその時計をひっつかんで、床の上に叩きつけました。さっさと出てうせろ。ぐずぐずしてるとぶち殺してしまうぞ。不忠者めが。この国の王様ほどご立派なお方が世界中にまたとあるか。そして持っていた金槌を振り上げました。王様は靴屋の店から飛び出しました。飛び出すとき、ひよいの棒にゴツンと頭をぶつけて、大きなコブを作りました。けれど王様は心を花のように明るくして、わしの人民は良い人民だ。わしの人民は良い人民だ。と繰り返しながら、宮殿の方へ帰って行きました。